世界が新型コロナ、気候変動、そして権威主義との競争などの課題にある中にあって、我が国の国益を守り、世界の平和と安全に貢献をするために全力で取り組んでまいりました。そしてバイデン大統領との信頼関係のもとに、日米は同盟のさらなる強化に取り組み、両国の絆というものを一層強めることができたというふうに思っております。我が国が推進してきた自由で開かれたインド太平洋、この具体化に向けて、今回の米豪委員、その他に ASEAN、欧州などの志を共にする同志国との間の中で連携を深めることができたというふうに思っております。